そちらは黒く映っちゃってるでしょうかね。まあ産業というか、万延元年カノエ猿の年、うるう3月祭典火山書。火山っていうのは渡辺火山ですかね。世子東尊中、まあそのように書かれてるんですけど、物は何かというとね、正面金剛尊、周りに100文字かな、方針の文字、これは一石百行神ですね。これ何気にすごいですね。観音寺の信号ですね。まあそちらのね、まあカーブミラーの向こうにはね、まあ一石百行神、うん、電信柱の右側は大山国の御事ですね。そしてこちらにはね、文化14年、まあ春3月、おほう、まあ地母観音、まあそういったことでしょうかね。如意輪観音、188番供養塔、まあ湯殿さん、深津さん、羽黒さん、まあ出羽三山、100番供養塔、明治9年10月22日、まあ22夜灯なのかな、如意輪観音。あ、22夜供養塔ですね。まあ供養簿ってあるかな、はい、こちらのね、湯殿山立山、まあ100番供養塔、こういった感じだと。こちらからね、馬頭観音の像です、ね、天保12年、まあ寛政元年、まあ1789年かな。彩色が残ってるね。まあ文化5年かな。まあ安政の5年、こういった感じ。あんなに頭飾りがはっきりしてる。こういったものもあるんだね。まあ一応これは文字塔に分類されると思いますけど、まあ馬塔の頭飾りだけそこにあるんですよ。まあ、耳があって、目があって、鼻があって。これは面白いね。
暗影6かな。ここにね、100番供養塔ってあるんですよ。まあ馬で、まあ100番の観音霊場を回ろうとして、まあその馬さんをね、まあ供養しようかなみたいな、まあそういったことかもしれませんね。これは墓石タイプなんですけど、馬頭観音です。すごいね、これもね。こういった場所もございます。ご視聴ありがとうございました。